マーク・マクモリスは、カナダの男性のスノーボード選手である。2014年ソチオリンピック男子、スロープスタイル銅メダリスト。マクモリスの代名詞のエアにフロントサイドトリプルコーク1440がある。スロープスタイル、ビッグエアでは、圧倒的な成績を誇る。サスカチュワン州生まれ、父チダン・マクモラスは、地元の衆議会議員で、母・シンディ・マクモラスは、看護師をしている、兄は、 同じスノーボード選手のクレイグ・マクモラス、ドクター・マーチン・レーベルダス、ハイスクール出身、スノーボードを始める以前は、ウェイクボードをやっていた。2007年から本格的に始め、2009から2010年シーズンの地元のスノーボードワールドカップカルガリー大会で、いきなり優勝。2011年、X ゲームズでは、初出場のスロープスタイルで2位に入り、 エアースタイルのインスブルック大会では優勝を果たす。その他ニュージーランドオープン等で優勝し、全米オープンでも2位となり一躍スロープスタイルビッグエアでのトップ選手となる。2012年、x ゲームズでショーン・ホワイト、ロス・パワーズらに次ぐ史上4人目の2種目制覇を達成。2013年のスノーボード世界選手権では2位に入ったほか、x ゲームズでは スロープスタイルで2連覇、ビッグエアでも2位となり、続く全米オープンでは初優勝を成し遂げる。2014年、X ゲームズのスロープスタイルにおいて2位で迎えた3本目、逆転を狙ったが失敗し、ジブアイテムで脇腹を強打、肋骨を部分骨折し、五輪出場が危ぶまれた。しかし、肋骨にひびが入ったままそっち五輪に強行出場。 見事銅メダルを獲得した。その後全米オープンにも出場男子スロープスタイルでは大会史上初の2連覇を成し遂げた。2015年 X ゲームズにおいてショーンホワイトに次ぐ史上2人目の2度目の2種目制覇を達成。3連覇を狙った全米オープンでも決勝1本目ではバックサイドトリプルコーク1440を完璧に決めて首位に立つと2本目では フロントサイドトリプルコーク1440からバックサイドトリプルコーク1440のコンビネーションを決めて自身の1本目の得点を上回り主位をキープした。しかし、核のユ気キがバックサイドトリプルコーク1620からスイッチバックサイドトリプルコーク1620を連発するという離れ技をスロープスタイル史上初めて成功させ逆転された。 再度逆転を狙った3本目は失敗し、最終順位は2位に終わり3連覇はならなかった。2015、16年シーズンは12月のエアスタイルの北京大会では2位、リュウツアーで1位、ラックスオープンで1位、X ゲームズのビッグエアで2位、スロープスタイルで1位と順調に来ていたが2月のエアスタイルのロサンゼルス大会では2日目の、 ラウンド2で大転倒をしそのまま単価で運ばれ以降、競技は危険した。その後の検査で大腿骨を骨折していることが分かり手術をした。SS イコールスロープスタイル BA イコールビッグエア。ありがとうございます。